グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。J リーグは26日、明治安田生命 J1 リーグ第28節の横浜 FC、浦和レッズの日程変更を発表した。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1が無料お試し実施中。このカードは、当初、9月10日19時、キックオフ予定だったが、11日の18時キックオフに、さらとなっている。これは、FIFA カタールワールドカップアジア最終予選の日本代表対中国代表を9月7日に開催されるため、日本代表から戻って、他選手たちは、規定により、入国後3日目から新コロナウイルス感染症の検査で陰性とな、場合に出場可能となるため、10日まで代表に参していた選手は起用できない。競技の公平性観点から試合日程の変更を決定しましたと、J グは発表している。この2チームでは、浦和レッズの DF、酒井宏樹が、日本代表に呼ばれているた、開催日時を変更することになった。なお、同じ、ヨッシで9月9日に開催予定だった川崎、フロンター、対ヴィッセル神戸も、同29日の開催に変更が決定している。両。